お前のことは知っているぞ。地球育ちのスーパーサイヤ人だってな。だが宇宙一はこの私だ。はい、こんにちは。まーちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、フィギュアライズスタンダードドラゴンボール Z スーパーサイヤ人孫悟空とフリーザ最終形態です。ということで、あのね、以前ね、お部屋紹介、ここのお部屋紹介した時に、うん、一番上の方にありますよって言っていて、ずっと作ってなかったドラゴンボール Z のプラモ、この2つをですね、今回作っていきたいなと思います。はい、じゃあ早速作っていきましょう。うん、はい、ということで完成しました。こちらがスーパーサイヤ人孫悟空ですね。うん、これね、素晴らしいですほんとすごいね。うん、プラモデルとは思えないぐらいのクオリティで、ちょっとびっくりしました。うん、で関節もかなりね、よく曲がるし、このフィギュアライズスタンダードが出た時にさ、うん、ベジータが言ってたじゃん、うん、マッスルの世界チャンピオンだって言ってたじゃん、うん、ほんとだよこれ。確かにすげえ筋肉隆々、かっこいいんだよね。びっくりしちゃった。髪の毛とかもすごい再現されてね。ねえ、いい感じだよね。スーパーサイヤ人っぽく金色ですね。そしてですね、一応お顔パーツがもう一つついてきてます。顔パーツ変えるときは前髪部分を取ってで、顔のパーツを取って、ここ差し込むね。で、また髪の毛のパーツをつけると、これで OK。 わーって顔になってでしょ。おね、いいよね。パーの手首パーツ、あー、これカメハメハしてる時のパーツ、うん、瞬間移動の時のポーズがあります。うん、で手首パーツ変えてカメハメハのエフェクトも入れてみました。こんな感じでね、こう気を貯めてる感じ。カーメーハーメーハーで、このエフェクトパーツがありますね。うん、これもすごいちゃんとほら出てるでしょ。でスタンドもついてきてますね。腰回りの台座パーツもつけて、こんなアクロバティックなポーズを取ることもできますね。で手首パーツを変えることで瞬間移動のポーズを取ることもできますね。うん、続いてフリーザの最終形態です。これはでもあれだね、ちょっと最終形態の細っぴよりもちょっと筋肉がついてて、 100% までいかないんだけど、うん、60% ぐらいって感じかな。なんか微妙にこう筋肉がいっぱいついてますね。うん、はい、そして、尻尾もちゃんとあって、尻尾ね、各部回るようになってる。そう、うん、すごいね。うん、はい、足もちゃんとこういうさ、3本足になってて再現されてる。 ねいいよね。うん、よくできてんだよ。でフリーザも顔がもう一つついてます。フリーザの場合は申し訳ないけど、顔をブチッと抜いて、そしてこちらの顔をセットすればいいね。こっちの顔はちょっと怒り気味って感じだな。あ、フリーザにも手首パーツが3つついてきております。うん、手首を人差し指で刺してるポーズに変えました。これでデスビーム、これピーってこれね、デスビームが再現できますね。はい、そしてもう一つ、透明のサポートパーツで、デスボール、これも再現できます、ね、すげー。こうやってね、シュッシュ、この足を消すってできる、これで、この尻尾部分に透明パーツをセットすることで、先ほどのデスビームの透明台座、うん、これをですね、ここにくっつけて、こんな感じで宙に浮かせて飾っておくこともできますね。はい、それでかなりね、前に買ったということもあって、初回限定同梱のドラゴンボールヒーローズカード、これも入ってました。これは孫悟空だね。うん、うん、で、こちらがフリーザでございます。お前のことは知っているぞ。地球育ちのスーパーサイヤ人だってな。だが宇宙一はこの私だ。どうやら勝負してみないとわからないようだね。一時間に触る野郎だ。の、何？いつの間に後ろに。どうやら少しはやるようですね。ならこれでも食らいなさい。バカな、当たったはずだぞ。おのれ、ならばナメクセイごと破壊してやる。かーめーはーめーなかなかの強さでしたね。部下に欲しいくらいですよ。しかしね、私はこの後ゴールデンフリーザになるんです。あなたなんかすぐに蹴散らしてやりますよ。次はこの私も参戦させてもらう。君たちの細胞が入っているからね。お前まだ組み立てられてないだろう。
はい、ということで今回はビギュアライズスタンダードドラゴンボール Z をスーパーサイヤ人孫悟空とフリーザ最終形態でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。